三元G組キューポチ先生。じゃあ後方の方にお邪魔します。わすごいすごいですね。この機械はじゃあ結構何年ぐらい？もうほとんどここにあるもののほとんどはもう池袋に工房があった時代からそこから持ってきてっていう感じですね。じゃあ初代から。そうですね、先代の買った機械ということは、なかなかね、機械も高いし。そうですよね、でも大事に。すごいですすごいですすごいしか言葉が出ないね。これが最近製材したジャーマンスプルース。なんだっけ、ストラディバリウス、はいはい、ストラディバリウスが使ってた木材の山から取れたスプルースっていうのを売りにしてるスプルースらしいです。うん、山っていうのはそのもう本当に山マウンテンに生えてる木。そうそうです。そうなんですね。なんか新しいもんね。そう、ドルフィンギターさんがこれをレゾナンススプルースとか名付けて。ドルフィンギター、ドルフィンギター、エビスのドルフィンギター。あ、そうです、はい。でまあ、実際に見てみたらものがかなり良かったんで、じゃあ試しに買ってみようかな。材料もなんかいろいろ、まあ、先ほどの部屋ではただ置いてあっただけなんですけど、この後あるそのギターに使うちょっと手前の厚みまで厚みをそこにある自動鉋っていうでかい削る機械で薄くして、うん、でその後丁寧に縛って三つ切りっていう作業になります。これ松なんですか？これは、はい、ドイツ陶器っていう種の木ですね。なんか日本人はね、松って言うんですけど、基本的に、はいはい、厳密に言うと松じゃないみたいですね。陶器っていう種類。陶器ってどういう漢字を書くの？陶器ちょっと陶器カタカナですよ。カタカナで陶器。陶器、いや多分漢字もあると思うんだけど、どういう漢字だろうね。ヒノキの火、火じゃない？あ、そうなのかな。ああ、なるほど。陶器に合うみたいなやつ。そうか。陶は日本語ではあるの、陶器。日本語です。その多分陶碑って陶が平仮名になってませんでした？ヒノキが、僕が調べるといつもね、陶碑が全部カタカナで陶碑カタカナで火がその火木に合うだった気がする。あ、そうなんだ。漢字もあるんでしょうけどね。この間の光が丘に遊びに行った時に初めてそのドイツ陶碑を見ましたよ。なんか博物館。いや、もう普通に公園で遊んでて、なんか葉っぱの感じがその普通の木と違うなと思って、はい、なんかお化けみたいな変な木があると思って見たら、はい、ドイツ陶碑って書いてあった。これかと思って。機械、うちこうやって極力手間を省くために機械を使うんですけど、はい、その機械加工 の、 そのメリットデメリットっていうのがあって、うん、機械ってそのある一定の作業をスピーディーにやってくれるのはすごい得意なんですよ、うん、だけど木目って切って一個一個個体差が大きいので、うん、節があったりとか木目の方向があったりとか最終工程まで機械でやろうとするとなんか喋りにくい。こいつがなんかやってる。で
てまでその機械でやろうとするとその木のめくれが起こっちゃったりとか欠けが起こったりするんで、最後の加工のちょっと手前で止めといて、最後はあの時間かけてその手加工でやるっていうのがその効率よくあの精度よくやるコツというか、要するに 粗くはガーッと形は成形しといて、あと細かいところで、粗いところは機械に任せてあとは手でやるっていう、その置いてある機械っていうのは割とその汎用性のある機械、その木工機としては一般的なものばっかりになる。あ、要するにギター製作用に作られたっていうわけじゃなくて、うん、でもうちょっとその規模の大きいそのギター工房とかになると、うん、もうその専用の機械を特注で注文しちゃって、うん、あの全部機械任せみたいなことをするんですけど、まあ、うちはそのこういう一般的な木工機を、まあ、割とリーズナブルな価格で買って、うん、でこういうそのジグっていうものを作るんですよね。なるほど、専用のものを自分たちで作っちゃうってことね。そう、これはその定規みたいなものなんですけど、はいはい、まあ、例えばこれは何するものかって言ったら、あのこの二軸って言われてる機械、あの刃がここで回転するんですけど、はい、それを使って力木のこういうえぐりを取る。なるほど。でそれだけのためにこういう機械、あ、機械というか定規みたいなのを全部作るんですよね。なるほど、工程一個一個で、これ作るのは時間すごくかかるんですけど、一個作っちゃえばもう一生あの調整しながら使えるものなので。なるほど、だいぶ効率よくなるね。やりやすい、まあ、これに関しては5本か6本一気にダーって削れちゃうので。あ、そっかそっかそっか。まあ、それこそ作業で言えば、5秒ぐらいやればダーってできちゃいますよね。そうだよね。じゃあもう全然全然効率いいんだね。いや初めて来たけどすごいね、やっぱね。この規模の工房は初めてだもんな、やっぱり。みんな一人で作ってるね、そのばっかりだもんね。で、あのうちはその分業制なんですよね、はい、基本的に、はいはいはい、まあ、有名な工房でラミレスさんとかそういうところはあの分業制じゃなくって一人一台そのギターを担当するっていうスタイルを取るんですけど、あのそうするとやっぱりその製品にあの品質にその職人によってムラができちゃったりとか、そういうところがことが起こるので、うちはその最終的に仕上がったものの品質の安定のためにその分業っていうスタイルを取ってます、うん、で、まあ、ある作業に専念することで、その例えば塗装だったらあの塗装専門の職人がいることで、あのより一定なあのクオリティの高い作業ができるようになる。要するに塗装だったら塗装でこう何人かが塗装するとその人によって差が出るっていうのを防ぐため、差が出るし、うん、あの塗装に当てる時間、その個人の時間も少なくなっちゃうんで、うん、塗装がだんだん上達がしにくいんですよ、うん、だから塗装ばっかりやってれば塗装上手くなるのも早いし、髪がかった塗装スキルが手に入るので。なるほど。で、今こちらにいるのがネック担当。どうもの斉藤さんです。よろしくお願いします。斉藤さんです。すいません、ね、急にすいません。今何をしてますか。今ヒール接着前にどれにそのヒールつけるか、はい、合わせて選んでるのか、はい、斉藤さん、あのキムパチ先生の企画知ってますか。ああ知ってるそうです。ちょっとさっきちょっと遠目に見て、ちょっと見せてもらってもいいですか。やべえやつらが来た。キムパチ先生がちょっと見るという。見る。これ今何をやってるんですか。今ヒール色合わせをして。あ、色を合わせるんですね。はい、この中から選んで、そうです、より合う色を。はい。ネックと合う色を選ん でこの後接着になります。あ、すごいですね。こんな感じで。そうですね、結構合わないやつもあるんでたくさん用意しておいて、うん、こんな細かい作業をやってるんですよね。地味に面倒ですねこれね時間かかるし。
栗山くんは色を合わせたりしたことありますか？ないです。ないです。ないですというか、うん、あのツートになっちゃいますね。ツートになっちゃう。選べない。選べない。材料が選ばない。で、接着するよりこっちの方時間かかったり。ああ、そうですね。この探す時間がもっと合うのあるんじゃないかと思っちゃう。そうですね。あのね、切りがないとそうなっちゃうんで、ね、で、あんまりあのきっちり合わせようとしすぎると今度最後の方全然合わなくなっちゃったりとか、ああ、この良いところで止めつつ、うん、あんまりおかしくならないようにっていう加減が、すごい地味にあのメトですね。そうですよね。接着面とかカンナで、あ、そうですね。この後このヒールの裏とこのネックのヒールつける部分っていうのをカンナ掛けして、その後ニカワで接着ってなるんですけど、らしいです。その作業はもう決めちゃえば、あとはもうひたすら削ってつけるだけなので、意外とこっちの方がまあ体は大変ですけど、ずっと感覚で続けるだけ。接着もその正しく接着っていうのが意外とその知識と技術が必要なんですよね。そうですね。体も結構このただ綺麗にするだけじゃなくて、あの外側がもしこう真ん中よりも凹んでたりすると、こう接着した時に隙間ができて、そこにニカワカンで削った時に黒い線が出ちゃうんで、そういうのが出ないようにっていうのとか、でこの面を見る時も一方向だけじゃなくて、縦横斜めそれぞれで見てやらないと、どっかがこう隙間があったりとかっていうのが分かるんで、そうですね、やっぱ職人の技ですね。そういうのはやっぱり機械じゃ絶対できない領域ですよね。そうですね。でこれも一応機械で面は出てる状態なんですけど、こう光に当ててよく見るとこう光って回転して削ってるんで、この細かい波々とかが残ってたりとかするんで、そういうのをそのままだとつかないことはないんですけど、まあ、接着力だったり、まあ、見た目にも出てきたりとかっていうことがあるんで、接着面は綺麗に。あとその接着ってその平坦な平面同士だと確実な接着ってできないんですよね。あの方面にして、で上からその力を抱えるから、その力が加わった時にぴったりあの平面になるっていうのを意識して、微妙なえぐりというか、真ん中が微妙にへこむようにカンナの刃の方にも微妙な R をつけて、あ、細かい、はい、平らなカンナだと、うん、結構端の方がつけた時に浮いちゃったり、浮いちゃうんですね。かといって透かせすぎると今度真ん中本当についちゃうんで、うん、あの三河が、あの三河の層っていうのが真ん中に厚めにできちゃって、うん、それが時間経った時に三河が痩せてきて隙間ができたりとかっていうのもあるんで、そこら辺も程よく、もうほんのわずかな太いの作業。なんとなくこうサンドイッチの具を詰めるのと、いや、全然違う。全然違う。そんな粗いもんじゃない。こんなに尺を取る話じゃない。いちいち、はあ、すごいって思う。こちら三河ですね。そうですね。これまだ火入れてないんですけど。斉藤さんの仕事は今のところこれやって、あと三河の接着までやって、あとはどういう作業だとされるの？僕は主にこのネック担当なんですけど、はい、もうあの材料の段階から、はい、あの木取りして、はい、で、まあ、なんかこう削って、でまあ、こういう黒炭補強とか入れたりとかして、はい、でこの後あのルーターで丸につけたりとかっていうのもやって、機械がこうあと手作業まで、はいはい、まあ、そこまでやるんですね、はい、たまたま今日はこの今作業をされてるということですね。まあこういうふうに、おー、ここまで仕上げる。そうそうです。もうもうあと塗装すればいい感じですね。すごい。ありがとうございます。ここまで削るんですね。細く太いのが。これがヒール。うん、靴のヒールみたいに、ね、はい、ちょっとこれ使えなくなっちゃうんですが、ね、ここあの切れてるんですけど、実際はもっとこっちまであって。やった後にあと手でカンナとかのみとかナイフ使って最終的にはサンドペーパーで滑らかに仕上げるっていうところまで。すごい。あ、
あと塗装とかもね、最近。ああ、そうですね。一応あの塗装の下地部分も今担当してて。斉藤さんは今何年目ぐらいですか？そうです。僕今17年目。すごいな。今かかってる音楽は斉藤さんの好みなんですか？あ、まあ、これもたまたま今日はこれっていうだけで、はい、かなりあのクラシック、ジャズからもうメタルとかあのファンクとかそういうのもいろいろ聴いてますね。時々民族音楽になったりとか。ありがとうございます。